はい、それではまずはですね、こちらの、ムカゴですね、もうすでにこれ水洗いしてるんですけど、今回ね、実は山でムカゴを取ってきましたんで、ご覧のようにですね、これ結構砂がついておりまして、まあ、この砂とか泥をですね、軽く水で洗い流しておきました。まあ、市販のやつやったらね、そんなに神経質に洗い落とす必要はないかなと思います。で、ここから加熱の工程に入るんですけど、ちょっと今回ですね、大きさがですね、結構ムカゴが大きいですよね。で、まあ、こちらですね、まだ選別する前のムカゴなんですけど、結構こう小さいやつがこんな感じでゴロゴロしておりまして、まあ、例えばこういう小さいやつだけだったら、この後ね、もうフライパンで炒めるだけで OK なんですけど、今回ですね、まあ、かなりこの大きめのムカゴも入っておりますね。とりあえずね、フライパンで炒める前に、これからお湯でささっと茹でてみたいと思います。今お湯がね、沸いてきましたね。ムカゴを茹でたいと思います。で、茹でる時間はね、もう適当なんですけど、まあ、今回はちょっと1分間ね、茹でたいと思います。ちょっと火を強くしましょうか。はい。でね、ムカゴなんですけど、まあ、もうご存知の方も見てると思うんですけど、これ自然薯のですね、ツタに生える、まあ、小さな自然薯みたいな感じのやつなんですよ。自然薯っていうのはね、地べたにこう、地中深く、埋もれてる、まあ、いわゆる山芋系のやつなんですけど、これは、自然薯とは違ってですね、外にこう、ツタが、こう、上の方にガーッと伸びるんですけど、まあ、葉っぱとツタが伸びるんですけど、そのツタにですね、なってる、やつでですね、まあ、ちょっと表現汚いんですけど、なんか自然薯の鼻くそみたいな感じのやつなんですよね。でね、かじるとですね、ものすごく山芋独特のシャリシャリ感と粘り感があって、あ、雲が入ってましたね。ちょっと取っときましょうか。だからこれ、山でね、見つけた場合は、別にこういう調理しないでも、そのままね、まあ、ちょっと表面軽くきれいに、まあ、拭いても何でもいいですけど、取ってすぐ食べることもできるんですよね。はい。まあ、そういう、今日はムカゴを作っております。あ、というわけでもう1分経ちましたね。はい。じゃあ、これね。はい。ちょっとこれ、今から湯切りしたいと思います。ちょっとこのままですね、少しだけ水切りというか湯切りをちょっとしたいと思います。今ね、ちょっと湯切りしてるんですけど、調理前のムカゴってどんなんなのかなってね、気になってる方もいてると思うんで、これまだ水洗い、する前の、ムカゴなんですけど、この中からですね、ちょっとかなり大きめのやつをこう選びまして、ちょっと一回、切ってみようかなと思います。その前にね、ちょっと食べたみたいのでね、ちょっと軽くちょっと水洗いしていきます。はい、てな感じでね、軽く水洗いしてきました。じゃあちょっと切ってみましょうか。まあこれ言ったら山で取ってきた、ほぼそのままの状態です。昨日取ってきたんでちょっと1日経ってるんですけど、はい、こんな感じに、なっております。断面図。断面こんな感じですね。はい。ちょっと周り、皮の縁身が緑色がかってるんですけど、非常に美味しそうな山芋色してますね。じゃあちょっとこれをね、ちょっと食べてみます。片方ね。うん。うん。美味しいですね。トロトロっとした山芋独特の粘り感があって。うん。だから皆さんね、これ、今これ11月1日にこれ撮影してるんですけど、今の時期だとね、結構山行ったら、ムカゴになってるんでね。まあ、よかったら、こう、山歩きしながらなんか食べるっていうのも面白いかなという感じはいたします。じゃあ、そろそろちょっと、湯切り、水切りが終わりましたんで、次のフライパンで炒める工程に入りたいと思います。はい、では、ムカゴを炒める工程ですね。まあ、今回ね、もう本当に材料シンプルです。ニンニク塩と、醤油と、あとはバターですね。これでムカゴを炒めるだけですね。じゃあ、参りましょうか。今ちょっと、こちらの方でちょっと水切りしてるムカゴがあるんですけど、これをまず入れる前にですね、今回、バターはですね、有塩のバターですね。これ別に無塩でもいいんですけど、10g 使います。で、これを、ここにね、フライパンに入れまして、はい。はい。では今火をね、つけました。ちょっとこれバターを溶かしたいと思います。バターがね、いい感じで溶けてきましたんで、まぁ、ちょっと焦がさないように気をつけながらね、バターを全体に行き渡らせております。かなり火は、弱めですね。はい。では、ここにですね、これですね、ちょっと軽く茹でたムカゴですね、これを入れます。なんかお米が入ってましたね。はい。ではね、全体にこう、ムカゴ全体にバターが行き渡るように、こう、炒めてください。まあ、ムカゴ自身はね、生でも食べれるもんなんで、まあ、そこまでね、神経質に加熱しないでもいいんですけど、まあ、人によってはね、ちょっと、硬すぎるって思う方がいてるかもしれないんでね、今日は、軽めに
まあ、事前に1分ぐらい茹でました。でこれね一回作ってみてもうちょっと硬かったな、もうちょっと柔らかい方がいいなっていう方はですね、あの茹でる時間をねもうちょっと長くしたりとか、まあ、もしくはですねこの大きすぎるムカゴがあるんでこれはちょっと半分に切ってね調理するとかいろいろ工夫してみてほしいなと思います。ただね本当にこのムカゴとバターと醤油とニンニク醤めちゃくちゃよく合うんでね、まあ、あのそれこそあの晩酌のお供なんかでもね最高かもしれない。特にあのなんか日本酒とね僕はよく合うんじゃないかなとか思っておりますけど、まあ皆さんね、ま、皆さん独自のねムカゴの楽しみ方をしてほしいなと思います。まさに今の季節の代名詞ともいえる、まあ、自然薯、まあ、自然薯はねもうちょっと12月とかになった方が多分最盛期だと思うんですけど、まあそれの副産物みたいなね、まあ、ちょっとムカゴに怒られそうですけど、はい、まあとにかくねすごい美味しいんで、またあのスーパーとかで売ってる際はね、まあ、あんまり売ってないと思うんですけど、まあ、もし売ってたらねちょっとゲットして今回のバター醤油ニンニク炒めをねしてほしいなと思います。こんなもんかな、もうちょっとやってみましょうか。はい、まあ、なんせねこうちょっと大きめのやつもありますんですぐにパッとね炒めて食べるってわけにはいかないと思います。あの小さいやつね、今回ね実はもうこれ選別してかなり大きいやつだけあの使ってるんですけど、まあこれぐらいの大きさですね、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、これやったらねこれぐらいやったら結構あのほんと炒めてすぐ食べれそうですよね。あんまり茹でる必要もないと思います。でまあ作り方のポイントとしてはですね、まあ、今回はもう選別はしなかったんですけど、例えばこういう大きいやつは大きいやつで茹でて、小さいやつは小さいやつでもう茹でずにですね、あのまあだから大きいやつを茹でて小さいやつはそのままで、で大きいやつと小さいやつをこんな感じでフライパンで炒めるとかね、なんかそういうやり方をしてもいいと思いますね。あとはこんな長いやつもありますんでね、これ長いのちょっと面白いですけど、はい、こんなもんかな。まあだいたい今3分弱ぐらい、炒めておりますけど、はい、ではですねここに、ニンニク塩ですね、はい、これね今回ニンニク塩使ったんですけど、塩使いたくない方はねこれ普通のニンニク使ってもいいと思います。まあ、特に有塩バター使ってますんであんまり塩は使わない方がいいかもしれないんですけど、まあ、ちょっと多めに振りかけた方が僕は美味しいと思うんで、はい、こんな感じで、まあ、特に晩酌とかする方はねちょっと塩はやっぱ多めがいいかなっていう感じはいたします。まあ、特にこのニンニクとね本当にこれよく合うんで、はい、じゃこれまた塩も、全体に、はい、行き渡らせます。あ、もうこの段階でめちゃくちゃいい匂いしてきましたね。バターとニンニクの匂いってなんでこんなに食欲をそそるんですかね。最高ですね。でまあここでのポイントはもう何回も言ってるんですけど、弱火ですね。強火でやるとバター焦げてしまいますんで、バターの風味を生かすために、はい、まあニンニクもそうなんですけどね、できるだけ弱火で、コンロ今我々これ3つあるんですけど、まあ、それの一番弱いぐらいのところでやってもいいかなと思います。はい、ちょっと味見してみましょうか。まだ、お醤油入れてないですけど、この小さいやつ食べてみますね。お、おいしい。うん、さっき生で食べたんですけど、やっぱ全然違いますね。適度な歯ごたえはあるんですけど、まあ、最初に茹でてるってこともあって、だいぶ柔らかくなってますね。うん、ちょっと大きめのやつも食べてみましょうか。まあ、あんまり食べるとね、皆さんの分もなくなりますね。ちょっとこれくらいの、ちょっと大きいやつ。これが多分火通ったら大丈夫かなっていう感じなんで。うん。あ、ちょっとじゃがいもみたいな感じにもなるんですね。はい。じゃあとりあえずこれで、OK ということなんで、最後にですね、お醤油ですね。まあ、薄口、濃い口、どっちでもいいです。今回は、濃い口を使います。はい。では、小さじ用意しましたので、小さじ2杯ぐらいかな。はい、入れましょう。やーっと。これはもうちょっと、はい、小さじ2杯ですね。はい。もうこれは、軽く炒めるだけですね。おお、いいね。最高ですね。ニンニクと、バターと醤油と、まずいわけがない。はい、こんなもんでいいかな。はい、というわけでムカゴのニンニク
バター醤油炒め完成でございます。バメちゃんの設定でした。皆さんね、皆さんぜひこちらこれからの旬のものなんでね、ご家庭でお試しいただけたらなと思います。ちょっと今からこれまたいただきたいと思いますので、それじゃあ皆さん、また次回の動画もさよならです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。